皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。今回ですが、今回は自由民主党をちょっと占ってみようかなと思っています。まあ、前回は裏金問題をちょっと占ったんですけれども、今回はね、自民党今後どうなっていくのかっていうのでちょっと占ってみようかなと思います。岸田さんについてはまた別で占おうかなと思っています。というのもね、今自民党結構ね、いろいろとねやらかしてます。某女性の方もなんかね、外国人の方とね不倫してたし、最近で発覚したのはなんか去年の11月に和歌山かな、青年部の懇親会でゴーゴーダンスでちょっと物議がありましたねなんか写真ね撮られてたよね。あれはちょっと衝撃感もうハレンチな写真はちょっとびっくりしましたけど、もうなんか政治ってどうなっていくんでしょうかね今年の政治はなんか荒れるって2024年の占いで言ってましやってましたからね。ますます荒れそうな感じがします。あれは去年のだから11月だから、まだ裏金問題の前だから、でもだからといって今ねそれが暴露されるって結構ねタイミング的もありますよね。ますます裏金問題も疑いがでは自民党、自由民主党、全体的ですね。だから全体的な自由民主党どうなっていくのかっていうので、これは近い未来で見てみましょうか。でその後、ルーマンカードでちょっとなんか占ってみようかなと思っています。ケルト十字で軽く見ていきますね。増税もありますし、このままどうやっていくんでしょうか。では、自由民主党、自民党今後全体的にどうなっていくんでしょうか。ムーン、でもなんかちょっと変わった出方だね。やっぱり自由民党はね、結構やっぱりエネルギー強いよなって感じがする。だってね、確かにね、ムーンが出てるんです。これは迷いとか嘘とか不安とか、真実が明らかにできてないっていうのが出てる。これ岸田さんかな、それかなんか役目の偉い方がちょっといろいろ問題を起こしてるっていうのが近い過去に荒れてる。新しい愚者のカード出てるからね。だからタイミングだから新しい旅立ちっていうのが出てる。だから自民党をね、もうちょっと変えていかなきゃいけないとか、革命を起こさなければいけないっていう考えを持ってる人もいらっしゃるみたいですよ。でも人間関係がね、そんなにギクシャクしてるわけではないと思う。カップのすりが出てるからね。ちょっと祝い事っていう意味でもあるからね、これ。だからちょっと祝い事でちょっとね、ちょっと快楽を得てるっていう意味もありますからね。確かに復讐カード出てるからね。だからもう恨まれてる。もう自民党はダメだとか、落とし入れてやるとかいう気持ちがなんか結構恐怖に思ってるみたいな感じしますよ。それにもうちょっと再建できないんじゃないかっていう不安もあるみたいですよ。だからみんなでチームワークを合わせてね、自民党を立て直さなければいけないっていう気持ちはね、ちょっと崩れていってるっていう不安はあるんだけど、でもなんか周囲的にはね、カップの、ソードの1がエースが出てるからね。だからいろいろとやっぱり中でもね、だからきちんとしてる人もいらっしゃるんです。だからその人たちがね、なんか動き出そうというのもあると思いますよ。アイデアとか源とか企画とかっていう意味でもあるからね。近い未来です。
これはね、棒の8。正位置が出てる。だから、なんか物事がスムーズに解決していくっていうのは近い未来に出てるけどね。しかも、結果がね、ワンドの6。が出てるからね、勝利とか、っていう意味のカードだよね。達成感っていう意味もあるからね。まあそんな強いカードがいっぱい出てるわけじゃないんだけど、まあ地味になんか安定していくような感じはするかな。なんかダウンタウンの松本さんの時もね、結構このカード出てたんよね。まあ最近占ってないけど、まあ今は結構ね、いろいろとね、なんか暴露してるね、女優の、セクシー女優さんとかいらっしゃるみたいですからね。まあだからちょっとね、真実を明らかにしていくんじゃないのかとは思うけどね。ただね、障害が出てるんですよね。ソードの8が出てるからね、なんか監視とか、余計な監視とか、干渉とか、過干渉すぎるとか、だからなんか結構ストップかけられてる。なんかだから、そういうね、アクティブに活動したい人とか、なんか本当のことをね、喋りたい人とかにね、結構ね言えないね、今環境になってるっていうのが出てるかな。だから意見をね、きちんと言い合える環境を作らなければいけないっていうのが出てる。だから解放していかなければいけないっていう意味だからね、これは。だから阻むもの、だから解放していくのがソードの8だから。だから圧力とかっていうのはあるし、精神的抑圧っていう意味でもあるからね。だからこういう人たちがやっぱりね、結構圧力をかけてるみたいな感じが出てるからね。そうしないとね、なんか勝利に進むのにはね、ちょっと難しいですよっていうのが出てるかな。まあタロットではね、意外とね、あれって感じで、意外と強いんですね、自民党。じゃあ次にルノルマンカードでちょっと自民党の近い未来占って終わりにしようかなと思っています。まあ2024年度もね、来月から始まりますからね。まあ2024年度といえばやっぱり配送問題、まあ前回も占いましたけど、配送問題とかもありますからね。それによってね、だからいろいろと運輸とか輸送運輸とかでも、時間がね、決まってしまいましたからね。ではルノルマンカードでちょっと占ってみます。自由民主党の今後。まあ岸田さんもいつからなりたいけど、なんか多分同じような感じなんかな。どうなんでしょう。はい、では自由民主党を占っていきます。鎌が出てあるな。ハート、あーでも強いね、自民党やっぱり。なんで、あ、蛇が出てる。あーでも棺が出てるな。なんて言えばいいんだろう、なんか古いものをもうね、古いもの考えとか古いしきたりをね、もうちょっとね、排除しなければいけない方向に向かっていかな、いくかなというのが対策だね。まあ蛇が出てるでしょ、で鎌が出てるでしょ。だからもうなんか悪いものをね、やっぱり切っていかなければいけないっていう。だからまあね、自民党の悪い海を出し切っていかなければいけない。ただ蛇っていうのはね、誘惑でもありますからね、まあ嫉妬でもあるからね、なんかうまい話に騙されてしまう議員さんとかも結構いらっしゃったんじゃない。まあでもハートが出てるからね、これはだから人間関係のカードでしょ。あと船が出てる、旅立ちのカード。四つ葉のクローバーが出てるからね、結構さっきのね、ワンドの6と同じ感じだね。だから幸運とか勝利とか、
まあ幸運っていう意味がメインだけどね、うん、ただちょっと棺が出てるからね、うん、まあちょっと人によってはだから停滞する人も増えていく感じはするよ、うん、だから古いしきたり捨てなければいけないっていうのが出てる、うん、古い考えは捨てなければいけないっていうのが出てる、だから機能しなくなるっていうのが出てるよ、うん、場合によっては、うん、だから今ちょっと洗い流すチャンスかもしれないけどね、うん、まあちょっと人によっては期待外れの人もいらっしゃるかもしれませんけど、まあこんな感じでちょっとね今回自民党を占ってみましたんで、まああくまでご参考までにお願いいたします。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。